皆さんこんにちは、スタントライダーの岡です。リビングにバイクを入れるプロジェクト、一番最初の作業はバイクの入り口である店舗用の親子扉の取り付けにチャレンジしました。林道部員の力を借りて無事に取り付け完了です。そして次の作業は床。前回の動画ではガレージスペースを有効活用するために泣く泣く立派だったキッチンカウンターを撤去しました。そして今回からは実際に床の作業に取り掛かっていきます。それでは暇つぶしにご覧ください。岡チャンネル。皆さんこんにちは、サントライダーの岡です。今日はですね、床の作業をやっていこうと思います。はい、前回ですね、キッチンカウンターを壊しましたね。素敵なキッチンカウンターだったんですけれども、ピットスペースを少しでも広く取るために、泣く泣くね、キッチンカウンターをぶっ壊しました。で、そこからですね、次床、実際に貼っていく作業になりますね。昨日ですね、合板、ベニヤ板、みたいなものをですね、ホームセンターで買ってきて合計12枚買ってきましたね、で、この板を、敷き詰めて、自分のピットエリアにの形に合わせてカットしていくという形ですね。でその後、フロアタイルっていうね、パネルになってるものをね、どんどん上に貼り付けて仕上げていくっていう流れになります。はい、前に僕トランポの床を作ったんですけども、ほぼ同じ作業ですね。なのでそんなにね、今回の作業難しくないと思います。はい、で、あとは、床の作業に行く前に、はばきっていうね、ちょっと見づらいんですけども、壁の一番下にある、貼ってある部材があるんですけど、そのはばきをですね、まず剥がしていきます。で、あとはこの前の扉を取り付けましたけど、扉の、ね、下ちょっと、加工してあげないと収まりが良くないので、その辺の加工をやってから床をね、実際に貼っていくという流れになります。多分ね、一人でできると思いますが、頑張ってね、作業を進めていきたいと思います。頑張ります。岡チャンネル。これがね、はばきですね。僕も知らなかったんですけどね、ケモスターとかマコちゃんとかに、ね、いろいろ教わりながらやってたんで、だんだん名前も覚えていきました。で、このはばきをバールと弦の、トンカチじゃないですね、弦のって言います。で、ハンマーなんですけどね、職種が違うと呼び方変わるんですね。で、この弦のと、バールをうまく使ってこのはばきをね、剥がしてあげます。はい、ここが前回取り付けた、窓枠なんですけども、こう高さがあります、ね、でここ宙に浮いてるんですよ。で、このままここバイク乗っかったりすると壊れちゃうので、こうやってね、ちょうど 1x4 材がこうやってしっかり入るので、 1x4 材の中に入れて、これがね、潰れないように補強していきたいと思います。はい、ね、であとはここに、ここからね、床になるので隙間ができないように、ちゃんとこの 1x4 材を、ちょうどいいサイズにカットして、このね、サッシの補強と、床の、ね、面合わせをね、ここでやっていきたいと思います。ここで活躍するのが、ドアを取り付けた時に林道仲間のマスキさんがプレゼントしてくれた作業台。組み立て式で収納もしやすく、 DIY には超おすすめです。作業台が準備できたら、 1x4 材をサッシのサイズに合わせてカットしていきます。高木の DIY 入門向けの丸ノコですが、パワーがもうちょい欲しいところです。牧田に比べたらパワー不足は否めませんが、たまに DIY やる自分程度の使用頻度だったらギリギリ役に立ってくれました。
カットした木材をサッシの段差に差し込みます。サッシが空中に浮いていたので、これでサッシが壊れなくなりました。切り出し作業が終わったら、一応防腐剤を塗っておきました。防腐剤が乾いたらビスで留めていきます。はい、ということで、いい感じに、作ることができました、ね、ここだいたい辛い位置で、ね、ここにこうやって床がね、こういう感じに来るという設計ですね。はい、でこれでとりあえずドアのところの処理が終わったので、ここから実際の床のね、作業に移っていきたいと思います。おかチャンネル。ここから床の作業、買ってきた合板を敷き詰めていきます。厚さが24ミリある板だったので、一枚一枚が結構重くて意外と力仕事でした。とりあえず加工の必要ない板をどんどん敷き詰めていきます。次にカットしないと敷き詰められないものを加工していきます。はい、ということで、合板ベニヤ板でね、なんとか床のベースをね敷き詰めることができました、これだけでもね、まあ、一枚一枚サイズ確認してカットしてっていうふうにやってたので、意外と時間かかりました、うん、でですね、これからとりあえず、今、床になる部分を敷き詰めたんですけども、これから、まあ、こういう今ね段々になっている部分があります。このこれをちゃんと通路に合わせて、ご飯を木の板をカットしていきます。そのために、下書きというか、線を書いてカットするラインを書いて、またこの段々の部分を、カットしていくというそういう作業になります。はい、もうちょいね、この合板の、加工作業続きますが、引き続き頑張っていきたいと思います。まああれですね、だんだんこう出来上がってくると気持ち上がってくるんでね、すごい楽しいですやってて。何度も歩いて通路の幅が狭すぎないか確認します。結局通路の幅はだいたい80センチぐらいになりました。で、位置が決まったら次に墨出しをしていきます。板の位置がわからなくならないように番号を振っておきました。墨出しした線に沿って丸ノコでカット。
カットしたら番号を見ながら染め直していきます。すげえ。すげえ。超綺麗にできた。ポカチャンネル。はい、ということで、無事に合板を、綺麗に敷き詰めることができました。思いのほかですね、カットの方も綺麗にいって、まあ、自分の想像以上のなんかね、ピタッとしたね、綺麗な感じになってます。はい、めちゃくちゃ嬉しいです。はい、で、このね、合板が 24mm あるんですけども、僕が普段、整備したり撮影したりっていうところはこのね、少し高い部分でやって、あとは編集する用の机なんかも入れて、作業台入れたりとか、そういった形で、ここをね、まあ、ピット兼スタジオ兼、編集スタジオ、みたいなね、そんな感じに、していく予定です。はい、でこのね、1段低い部分、ここはまあ生活スペースにしていくんですけども、まあ、キッチンがあって、ここで、まあ、料理を作ったりとかして、そのままね、こっちに移動して、このこっちのスペースを、リビングしていこうかなというふうに、思っておりますね。そんな感じでリビングピット化計画なんですけども、やっていて非常に楽しいです。はい、であとは、この床を、釘で、固定していきます。ビスで固定していきます。はいね、あのフローリング穴開いちゃいますが、もうこのままね、打ってしまおうと思います。はい、で、その後フロアタイル、というものをね、上に敷いて、まあ土足でもね、使えるようなフロアタイル、結構頑丈なものを上に貼るんですけども、それを貼って、あとはこの角を仕上げたら、まあ、床の出来上がりといった感じになります。はい、まだまだね、床の作業、大変なんですが、頑張ってやっていきたいと思います。まあ、楽しんでね、楽しみながらやっていこうと思います。頑張ります。